モンタロウくんは苫小牧にありますセイコーマート苫小牧沼の畑トラックステーションにやってきました。こちらはね、今まで日本でね3番目に新しいお店でした。ただね、今回これから行くセイコーマートは日本でね一番新しいセイコーマートになりました。ここはね4番目に新しいお店になってしまいました。もうここに来るにはね3回目です。このねセイコーマートは特別なお店で、このお店の裏にですねシャワー室があります。トラックステーションにね、来るドライバーの方のね、休憩所でもあり、シャワーを浴びる場所でもあります。簡単ですがセイコーマート沼の畑店からレポートしました。